はい、こちらはですねレクサスの UX300E です。今回の目玉は1回の充電で走行できる距離が伸びたこと。今までより 40% 長くなってなんと512キロも走れるようになったんですね。これなぜかっていうと電池の容量が増えました。 54.4kWh から 72.8kWh にドーンと増えまして、1回で512キロ、それだけ走れたらどうですか。ガソリン車だって満タンにしたらね、このサイズの車だったらそこまで走れないかもよ。ということでこのコンパクト SUV としては十分使いやすい性能を手に入れたのが今回のレクサス UX300E でございます。後ろの席に人乗せたい人は NX か RX を買ってね。